さて、東京都内には大小さまざまな劇団が存在し、その数は数百とも言われています。毎晩必ずどこかで舞台公演が行われていると言われるほど、東京は演劇が盛んです。そんな東京の演劇情報の中でも、そう大きくはないものを紹介します。小劇場ワンダーランド、案内役は東京モーニングサプリの解説でもおなじみ、東京の演劇事情に詳しい北島さんです。今回はテレビや映画で活躍する女優小泉今日子さんが出演する舞台を取り上げます。小劇場ワンダーランドの案内役を務める北島です。前回6本紹介しましたが、皆さんご覧になったでしょうか。私も6本見ましたが、なかなかいい作品がありました。ジェットラグプロデュースの投げられやすい石という作品です。作演出で舞台に立った岩井秀人さんの才能がいよいよ発揮されてきたなという作品でした。この人の名前に今後注目してもらいたいと思います。ではこれから取り上げる作品に移りましょう。まずこの3本の中で注目するのは毛皮族です。立教大学の演劇サークルで活躍していた江本純子さんを中心に2000年に結成された劇団です。今回の遺骨のトットさん、ドブに落ちるはちょっぴり社会派のピンキーバイオレンスだそうです。次の3本から取り上げる春金は、イギリスの演出家サイモン・マクバーニーが谷崎潤一郎の原作をもとに作り上げる芝居です。以前村上春樹の作品をもとに作った芝居が評判を呼びました。前回と同じく今回も世田谷パブリックシアターと共同制作する注目の作品です。今回特に注目するのは恋する妊婦という作品です。大衆演劇一座の物語で、座長は風間守さん、座長夫人は小泉今日子さんが務めています。学生さん、今日は見ない。はい、ちゃんとしました。ちょっと連絡取ってみます。どこ行ったの。連絡しちゃう、連絡しちゃうってよ。ゲダイ座長、そこまでこっちが弱みにすることはないんじゃないですか。いや、弱みじゃねえ、別に弱みじゃねえ。それはなんでしょう。あんたいいですよ、俺もまだ聞いたわけじゃねえんだよ。ナミエさん、男なんてね、追っかけちゃダメよ。追いつこうとしたって転ぶだけ。もっとずるくなんないと。カチカチ飛ばすなりなんなりして、知らないうちに男の目の前に立ってみせんの。作演出は岩松亮さんです。岩松さんは東京乾電池という劇団の出身で、岸田戯曲賞を受賞し、現在はテレビや映画、それから小説も発表している注目の作家です。ちょっと水戸芸術館というところでやった時に、そこの専属の劇団に当てて書いたものだったんで、彼らを一座に見なして、なんかやりたい、やろうと思ってたことと、僕は当時大衆劇にちょっと凝ってて、それでちょっと知ったかぶりしたかったっていうと、それでなんか、妊婦が恋をしてるっていうシチュエーションにすごくこう演劇性を感じてたので、ちょっとそれをこう合体させたみたいな話なんですけどね。元に戻しましょう。はい、そうですかってわけにはいかないけれども、私たちの相手はあくまでもお客さんだもの。お客さんにはそれこそ幕内の方は関係のないことですから、ね、そんなこと、聞いて。キョンキョンでよかったと思ってますね、もう本当に。ちょっとそう、多分実際小泉さんは母親になってはいないし、まあ我々の世代から見るともうアイドルのままじゃないですか。その人が妊婦やるっていう意外性と、なんか逆にそのことがこう観客的にはちょっと見てみたいっていう感覚になる、それを観客の気持ちは僕自身も多分同じことだと思うんで。小屋主の佐々木さんにしたって新之助が見たいってそうおっしゃるんだもん。あんた聞いてごらんの、佐々木さんに、あの人はいい人だから役者がドローンしたのしないのって話を首突っ込んだりはなさらないけど。うわー。何よ。今度は小泉今日子さんも舞台に登場します。テレビや映画とはまた違った姿が見られると思います。どうぞ皆さん、新しい小泉今日子さんの姿をご覧になってください。今回もいろんな作品を、バラエティに富んだ作品を紹介しました。
あこれはという作品、ピンときた作品がありましたらぜひご覧になって、芝居の魅力を感じていただきたいと思います。